どうも、ゴルフプロの道田です。今回は、ゴルフスイングの左の腕の使い方。スイングは左の腕がリードしていきます。こんなことを聞いたことある人もいると思うんですが、どう腕を動かして、どういう形になっていればよいか。そして、この動画の後半では、どうすればその動きが身についていくのか。これについて少し解説していこうと思いますので、ぜひ最後まで見てみてください。スイングというのは、左の腕はバックスイングではまっすぐ伸ばしたままです。構えて、打ち抜きますが、この時に左の腕が曲がってしまわないように、構えた状態で、左の肘が曲がってしまう方が多いですね。これが、こういうふうに、肘が曲がると、この肘を伸ばすところで、クラブヘッドが早くほどけてしまいますので、早くほどけないように、ダウンスイングでは、この形をキープしたいんですね。こういう形。そして左の腕とクラブシャフトには角度がついて、これをコッキングと言ったりします。この形が一気にボールを捉えて、クラブヘッドがここで一気に降りてきます。そうすると、ボールを強くヒットしますので、距離がしっかり出るような形になります。そして、フォロースルーも腕がすぐに左の腕は曲がりません。左に回転する形になります。少しフォロースルーで折りたたまれていきます。まあ、こんな形です。ですから、スイングするときは、バックスイングでは左の肘は伸ばして、フォロースルーにおいては少し腕が伸ばされるような感じで最後はフィニッシュ。フィニッシュでは左の肘が折りたたまれます。まあ、こんな風にバックスイングで曲がってしまわないように意識してやっていくっていうのが大事。そしてフォロースルーでもできるだけ伸びやかに振り抜くように動きがしっかり大きい円を描くような、まあ、そんな風になっていくと正しいスイングと言います。で、特に、じゃあこのスイングとして何を意識すればよいか、どこから変えていけばよいか、それはバックスイングです。まずはバックスイングをしっかり左の腕をまっすぐ伸ばしたまま振っていくといいんですが、この左の腕はまっすぐということは、腕の長さの分だけ体から離れた形になっていかなければいけません。腕が曲がってしまうと、体の近くに、この顔の近くに手が来るんですね。で、少し離れた形になっていくと、腕が伸びている状態になりますので、こういう形にスッと上がってあげると、正しいスイングと言います。で、この形をどうすれば取れるかということなんですが、構えて、打ち抜いていくわけですが、この時に、左の肩がぐっと深く入っていかなければいけません。ぐーっと。左の肩が入らないと腕を曲げざるを得ません。バックスイングはこういう形で、こういう風になってしまう。ぐっと肩を入れてください。そうすると、スイングとしては、正しい形にどんどんなっています。そして、ちょっと虫が来ました。バックスイングでぐーっとね、こういう形を取ってあげると、そこから一気にですね、振り下ろされるような形になってきます。構えて、振り抜くような形になりますので、まあ、こんな風に左の腕をしっかり使ってあげることによって、スイングとしては理想的な形になってきますよ、ということです。特に、じゃあ、この動きをどう覚えていけばいいかということなんですが、まあ、ドリルをですね、しっかりやっていただくのが非常に良いんですが、特に、クラブの反対側を持っていく、こういう、クラブのですね、重さを感じない段階で、こう振っていくドリルがあるんですが、この時にバックスイングでぐーっと肩を入れて、右の腕はクラブを持たなくていいです。左の肘の上の部分を持てばよいんですが、これでバックスイングをぐーっとしていくんですね。この形に。そうすると、こうしっかりと腕が伸びた状態で肩が入った形を意識できますので、そこから伸びやかに振り抜いていくような、こういう形に繋がっていくはずです。ですから、正しい形というのはバックスイングで左の肘が伸びて、それで振り抜いてあげる。で、この動きを覚えるためには、クラブの反対側を持ってぐっと肩を入れて、で、左の腕を伸ばして、で、左の腕とクラブシャフトのこの角度をしっかりつけてあげる。まあ、こういうドリルをやってあげると、正しいスイングが身につきますよ、ということですね。で、自分のスイングを、鏡の前とかで、まあ、動画で撮ったりも一番いいと思うんですけど、鏡の前とかでやってみると、どういう動きになってるかっていうのが確認できますので、そこからボールも打ってあげる。そんな風に、体の動きをしっかり、意識しながら、腕がどうなってるかっていうのを意識しながら、正しい、動きを覚えていく。で、ボールを打たない段階でドリルで確認してあげると、どんどん体の動きっていうのは、正しい方向に向かっていきますので、ボールを打つ、ドリルをやる。家でね、なかなか練習にこうね、パッとこう切り替えられる人は少ないと思うんですけど、クラブをね、振ったりはしますが、ボールは打ったりしませんので、
少しフルスペースがあれば、できる人はできるかなと思いますので、ぜひね、お家でも練習してやってみてください。まあ、こんな練習方法をね、少し取り入れるだけで、スイングっていうのは変わってきますので、頑張ってね、やっていきましょう。ではね、皆さんの練習ね、大いにコース行って、スコアアップにつながっていくことをね、期待してますので、ぜひこのチャンネルもね、登録よろしくお願いします。では皆さん頑張って練習しましょう。さよなら。